第二代バッキンガムジャー伯爵、第二代バッキンガムジャー伯爵ジョン・ホバートは、イングランドの貴族、政治家。初代バッキンガムジャー伯爵、ジョン・ホバートの最初の結婚による息子であり、ウェストミンスタースクールを経て、ケンブリッジ大学クライス・ツカレッジに学んだ。就職前の1747年から1756年までの、リッチ選挙区選出の庶民委員,議員を務めた。 1747年には、セントアイブス選挙区からも同時に選出されていたが、議会ではノリッチ選挙区選出として、議席を占めた。1756年には、父の死去に伴って、バッキンガムシャー伯爵の釈位を継承した。また同年に、王室会計監査官に任命されたほか、1756年から1767年には、自重を務めた。この間、 1762年から1765年には、ロシア帝国へ在ロシアイギリス大使として送られ、ついで1776年から1780年にかけて、リチャード・ヘロン・アイルランド担当大臣の在任期に、アイルランド総督に就任している。総督在任中は、自由貿易や、ローマ・カトリック教徒や、その他の被告教徒への抑圧軽減を、不詳不詳認めた。 1793年8月3日に没した。死後は、ノーフォーク州ブリッキングに埋葬された。ジョン・ホバートは、ウィリアム・ジェームズ・コノリーの娘キャロラインと結婚したが、成人に達した男子の後継者は残さず、借位は、イボテイが継承した。娘のハリエットは、第6代ロジアン公爵ウィリアム・カーの妻となり、第7代ロージアイ公爵ジョン・カーの母となった。ありがとうございます。